崎チャンネル。こんちは。こんにちは。大和のベストナイン、セリーグ編。イェイ。はい。このセリーグ編から見出した人のために、この大和のベストナインとは、ベストナインを一回も取ったことがない人、うん、初受賞の選手は誰かっていうのをシーズン前に予想して行った企画です。はい。なので、初受賞を当てるっていう。ハードルが高い企画に挑戦しております。そうですね、はい、だからその年にもし誰も初受賞をしなかったら私たちの予想は誰も当たらないし、当たらないけども、うん、でもそれは仕方ないっていうね、仕方はないんですよ、うん、そう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 、はい、でも初受賞何人かしてくれたら当てがいがありますからね。あ、でもそうそう、さあその中でね、はい、セリーグピッチャーね、うん、奥川、はい、今年頑張るやろうと思ったらまさかの怪我です。もう序盤で、はいはい、しかも年俸めっちゃ下がってました。あ、そうですか。俺の10億円選手どうしてくれるんやっていう。私めちゃくちゃいいと思います、今年。あの企画はもうあの収録しない。ちょっと待って。私の3連覇。もうあのもう予想から始める。はい、はい。ということで、はい、本家は青柳投手でした。まあね、タイトルだしね。うん、今年まあ終盤ね、もうちょっと勝ち星ね、うん、拾えてれば。阪神がもうちょっと上に行けた可能性もあるけど、もう十分だね。いや、ベストナイン。だって青柳投手戻ってきてから阪神急上昇しましたから。そうそうそう。ちょっとコロナで出遅れたからね。うん、そういったところでは。初受賞。ほら。当てれたな。当てれましたよ。初受賞、青柳。はい。でもやっぱりちょっと去年のオフはさ、ヤクルトが日本一になって、はい、ちょっとヤクルトのになってたからね。なってました。完全になってました。なってたよね。ちょっと去年惜しかったですからね、岡川投手も9勝とかで、さらにね、そうそうそう、いや今年は行くやろっつって、うん、青柳のあの字も思いつかんかったわ。ちょっと忘れてましたね。うん、うん、すいませんね、後輩なのに、はい、ちょっとこれ外しちゃいましたね。うん、そう、まあでもね、はい、よく頑張ったよね。はい。でキャッチャーは木下、うん、はい、まあ打つからね。でも今年は途中で立浪さんに怒られて、うん、強制二軍降格されてみたいなね、うん、まあドタバタ劇ありましたけども、はい、まあ本気をね、キャッチャー中村雄平ね、2年連続3度目、うん、で木下辞典なのよ。あ、本当だ。79票で。あ、結構入ってますね。そうそうそう、だから惜しかったよね。だからやっぱりいい線は狙えてるよね。はい、はい、そうですね、うん、でファースト、はい、ね、予想オスナっていう、うん、でベストナインがオスナっていう、ね、イエーイ、初受賞当てました。はい、当たっとる。5割、5割、5割。5割、今のところ。ちゃんとね。160票で、オスナが。はい。で、佐野がね、41票っていうところで、うん、はい、ポストシーズンの活躍もすごかったしね。はい、うん、オスナがね。そうですね、あの CS すごかった。うん、あとタッチね。ほんと。ベース離れた瞬間にマッチタッチね。は、う、い、ん。みたいなね。ところでは、もうきっちり当てたね。はい。ファーストだってね、佐野、大山、ビシエド、中田翔、マコブルーム。中田翔が意外と入ってないね。そうですね。給料倍になってたぞ。うん、3億円に、はい、でもオスナ当ててね、うん、見事、はい、でセカンド牧っていう、はい、あ、山田菊池王国を崩すのは牧しかいないって言って、うん、はい、って言ったらベストナイン牧です。イエーイ、いや本当に崩しましたね。ね、271票でダントツだよ、はい、山田哲17票、菊池4票だから、うん、吉川7票、はい、もうダントツの、まあ、もう文句なし。今年ちょっとね、山田選手苦しんだところもありましたからね。そうそうそう、ね、菊池もなんか怪我したりね。うん、もう牧選手風格出てきましたからね、牧ね、うん、でもこれ新人がうまくない山あったら牧ファーストになる可能性もあるから。そうですね、うん、でもまあね、きっちり、はい、やっぱ見る目あるで。ありますね、うん、でサード、はい、坂倉を予想したけども、うん、これもあの村上よ、うん、まあ、それはもう298票、はい、っていうところでね、これはもう仕方ない、これもうサードなんて村上か岡本がなるから、うん、はい、それはもう坂倉どんなに頑張っても、うん、いや無理よ。もうサードの人はちょっと取るの難しいですね、うん、でもよ、はい、宮崎に1票入ってる、満票じゃん。三冠王が満票じゃないって、はい、どうやったら満票取れんやっていう。本当ですね。お前誰でしょうね、入れたのね。だからまあでもね、うん、もう俺は最近見方を変えた、はい、うん、なんでここで満票じゃないんやっていうね、うん、声もあるけども、はい、いやだからいっぱいの人に投票してもらってんちゃうかっていう。だからこれで村上が取れなくなることないじゃん、はい、だからいっぱいの人が投票すると、うん、もうわけわからんやつ入れ出すけど、うん、でもそいつらは絶対得票として現れないじゃん、うん、だからこれがもし3人だったら、はい、3人で決めるんだったらそいつになっちゃう可能性ある。なりますね。だからもう大きく取って、うん、だから選挙と一緒だよね、うん、だからもうわけのわからないやつはもういるのはもうそれはもう仕方ない、うん、もうわけわからんからね、はい、そいつらは。でもそいつらを排除できるように、うん、大人数でやればできるから、だからもういいのよ、ちゃんと成り立ってんだよ。まあそうですね、選ばれればいいですから、ね、そう、もう民主主義みたいなもんね、うん、でショート、はい、ね、中野、うん、ね、そしたら中野です。そうなんですよ、やばくない、内野
今まで初受賞4人、4の3当ててる。4の3ですよ。うん、7割5分。うん、205票。はい。まあ、ダントツです。うん、長岡がね、88票で辞退、うん。で、坂本が怪我してたんでね。うん、っていうところはあるけども、はい、中野が。で、ここ、坂本選手王国を崩した感じになる、ね。そうだね、うん。初だからね。そうですね。うん。うん、ここは、でももしかしたらあるなって思ったところがバッチリ決まったと思うんですよね。はまったね、うん。きっちりね。はい。で、外野。はい。外野は、西川、桑原、佐藤です。はい。いけるんちゃうかと思ったら、うん、本茶はね、近本、佐野、岡林。はい。だから岡林が初。ああ、そうだ。最多安打だもんね。はい。うわー。いやー、ちょっと難しかったね。でも、塩見、大島、丸。佐藤も9票。桑原5票。西川4票。でも塩見選手とかもこう惜しい感じではありますね。そうだね。もうちょっとだったね、塩見もね。で、岡林選手、最後のね、あの最多安打も。そうそうそう。タイトルホルダーだからね。うん、タイトル取って取れないときついよね。はい、でも桑原も西川も佐野も得票数入ってるからね。うん、でも西川怪我したの痛かったね。はい、結構成績は良かったけどね。そうですね。あと佐藤はまたなんか夏場以降苦しみすぎるね。ちょっと体力なさすぎるんちゃうかっていうね。はい、もうちょっと体力強化していかないと、はい、能力あるのにもったいない。それを出せてないからね。確実に。育てる中でまだ可能性が、ね、ある感じしますね。うん、あるある。だって桑原もいい形では出してるけどね。うん、はい。まあ、ちょっと外野難しかったですね。うん、そうだね。岡林選手だけか。うん、岡林は松本剛に匹敵するぐらい予想はできなかったわ。でも去年岡林選手が来るって結構ファンの中とかでもすごい言われてたんですよね。来るのは分かるけど、ここまで来るかっていうね。タイトルホルダーにまでっていうのはね。うん、そうそう、ここまで来るかっていうね。思わなかったですね。でしかも守備もうまいからね。はい。外強肩だしね。うん、だからあとすごいのはやっぱヤクルトがダントツで優勝したのに3人しか選ばれてないからね。あ、中村、オスナ、村上だもん、ね、村上選手か。でパリーグもオリックス2人、3人だもんね。そうですね。なんかこうイメージでは塩見選手とかすごい活躍したイメージだったんで、うん、入るかなと思ったら、うん、まあでもやっぱタイトル強いですよね。いや、タイトルは強い、うん、ね。全球団いる？広島、巨人いないね。巨人いない。広島、巨人だけだね、はい、いないのはね、うん、でもあれだね、セリーグは5人80勝で5の3だね、うん、十分だよ、6割だから、セパ合わせたら、7の4。うん。5割以上だよ。あ、すごいじゃないですか。結構当てましたね、今年。ね。うん。いや、結構当てたんちゃう？はい。いい感じに予想がはまりましたね。うん。だから、当てねって、これ当てれたんちゃうかと思うのは青柳だけだね。ちょっと松本と岡林は、今となっては言えるけど、ちょっと難しかったね。うん。でも、青柳はいけた、ちょっとヤクルトのね、なりすぎてたね。ヤクルトがまた来るみたいなね、うん、でもこれは去年に比べたら良かったね。はい、去年一人ずつとかだった気がする。そう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 、いや、セリーグめっちゃ当てました、ね、よかったわ。やっぱりこの全試合ちゃんと見てきてる、はい、だからこれ初受賞もし全員当てれたら、うん、やばいね。そうですね、ご褒美くれよ初受賞全員当てれたら。誰に言ってます？誰もスタッフ誰もこっち見てないですよ3億円の家くれよ誰がくれるんですかオープンハウスのスポンサーつけないといけないですよ、はいはいはい、日頃ご視聴いただいてるスポンサー各社営業広報の皆さん、もし来年初受賞の選手を全員当てたらこれをプレゼントしますという良心的な会社の皆さん、はい、ぜひご一報いただければ開幕前のこの動画でスポンサー枠作ってですね、はい、こちら広報活動もしますので、はい、ぜひお問い合わせお願いします、はい、だから来年この動画大穴ベスナー当てるときに、うん、まあ、商品だったらその商品ここに置いて並べたりとか、これが当てたらもらえるみたいな。そうそう、ああ、じゃあ来年もう来た、私もう今決めてるんで、一人で、一人、はい、決めました、うん、はい、せーの、長岡、坂倉、え、誰、長岡選手、あ、ショート、ショートで、はあ、俺はもう坂倉だね。あ、キャッチャーだって今年ぐらい打たれば来るから。そっか、来そうですね、うんうん、俺はショートはね、小僧あるんちゃうかと思って。あー、なるほど。ヤクルト私的には来年も強いと思うんですよ。え、里崎枠と袴田枠やる来年？あ、いいですよ、いいですよ。でもだからそんなにポジション全部真ん中ないですか？いや、だから、うん、かぶってもいいじゃん。あー、初受賞の人自分なりに選ぶっていう、うん、で、どっちが出れるか、はい、企画が変わりまして、ちょっと本当にこれ2人で1個でいいじゃないですか。そんなことないですよ。全部を当てた、もしくは里崎と袴田、勝った方に勝利賞出せるスポンサー各社の皆さん、お待ちしてます。よろしくお願いします